についてマイドン、どうもマイドンです。今日はですね、大学生の間にやっておくべきことを4つを紹介していきたいと思います。まだお前学生ちゃうんかいって思った人ね。私は今大学5年生なんですけども、まだ卒業はしてないんですけども、ちょっとね、4年生あたりから大学1年から3年までの生活とは結構ガラッと変わったので、今までの4年間を通してこれやっとけばよかったなーって思うことをお話ししていきたいと思います。はい、それではレッツゴー。まず1つ目、バイトする。まあ大学生になったらね、バイトする子っていうのは結構おると思うねんけど、割とね、私みたいに医療系の大学の子やと勉強に専念したいからバイトはしないっていう子も結構おったりするんですね。で、まあそれはそれでいいと思うんですよ。やっぱり学生にとって勉強が一番のお仕事なので。ただですね、私的には1回はバイト経験はしといた方が後々生きていくのが楽だなってこの4年間ね感じました。っていうのもですね、バイトするメリットっていうのが3つあるんですね。1つ目は社会でのコミュニケーション能力が上がる。2つ目は日々の行動の効率が上がる。3つ目、視野が広がる。ちょっとこれだけ見たらね、意識高い系かよみたいになるかもしれんねんけど、ちょっとね理由を説明していきます。まず1つ目、社会でのコミュニケーション能力が上がるっていうことですね。友達と普通に話すだけの会話と社会で他人とする会話っていうのは全然ね違うんですよ。空気感も違うし、言葉の使い方も違うし、最近ね、薬学部でもコミュニケーションの授業っていうのを結構重視し始めてて、コミュニケーション能力がある人材っていうのが求められてたりするんですよね。なので結構実技とかコミュニケーションの授業がされたりするんですけど、その中で友達とはしっかり話せるんやけど、薬の説明をするとかそういう感じのことになると、こう敬語の使い方がわからなかったり、どう話を運んでいいかわからなくてどもってしまう、ちゃんと話せないっていう子が結構いるんですよね。なんか私もバイトをする前は友達とは普通に話せても、他人と話すっていうことが本当にできなかったんですよね。敬語もわからないし、すごいどもってしまうし。ただいくつかのバイトをしていくうちに、自然とね、そのコミュニケーション能力は身につきました。なのでね、結構オスキーとかコミュニケーションの講義に関してはすっと楽にいけた気がします。社会でのコミュニケーション能力を上げるっていうことは将来的にも結構役に立つので、一回は経験しといた方が楽なんじゃないかなと思います。で、2個目の理由ですね、日々の行動の効率が上がるっていうことなんですけど、結構ねバイトしてる子って何でも効率がいいんですよ。っていうのもですね、こうバイトとか仕事してる時って何時から何時までにこれやらなあかんとか、しっかりね後の行動を考えながら働いてるので、結構ね何でも効率性を考えて動くことができるようになります。仕事量が多い飲食店とかで働いてる子は結構効率がいい子が多いです。で、3つ目の理由、視野が広がるっていうことなんですけど、今まで高校生だった人たちは学校と家っていう狭いコミュニティしか多分なかった人が多いと思うねんけど、バイト先ではね、良くも悪くもね、いろんな人たちと出会います。で、まあそこでいろいろね、人間性について学べることもたくさんあるし、社会ってこういう感じなんやなって、良くも悪くも学ぶことができるし、そのね、コミュニティっていうのがどん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 大学生になると広くなっていくので、いろんな経験をすることになると思います。で、まあその一つのコミュニティとしてバイト先っていうのは一つあってもいいんじゃないかなって思います。まああとはやっぱりお金をもらうから、いろんなことに手を出せる、行動範囲も広がるし、旅行とかも行けたりするしっていう感じで、まあ本当に視野が広がるかなと思います。はい、ということで1つ目、バイトするっていうことでした。次、大学生の間にやっておくべきこと2つ目、旅行する。これはね、社会人の人にもめちゃめちゃ言われてきたし、私自身もね、もっと旅行しとけばよかったなーって今ちょっと後悔してます。学生の財力を考えるとあんまりいろんなところには行きづらいかなとは思うんですけど、特に薬学部とかはもう学年が上がるごとにどん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 忙しくなっていくし、やっぱ社会人になってもまとめて休める期間っていうのが本当に少ないので、大学生の低学年のうちにいろいろ海外旅行とか行くのがいいんじゃないかなと私は思います。次、3つ目、車の免許を取っておく。これもちょっと旅行と同じような内容なんですけど、私はね実は免許持ってないんですよ。もういつか取ろうって思ってたのに、
5年生になってしまいました。で、まぁ、ちょっと時間がないから、社会人になってから取ろうかなとは思ってるんですけど、大学1年から3年って結構思ってたよりも時間あったんやなって思ったので、まぁ、本当にね、車の免許取っといた方が楽です。ただ、その免許を取ってから、車に乗らんっていう子が結構多くて、新車マーク取れてんのに、もう運転できませんみたいな、結構おるから、しっかりね、免許取った後は車乗ってあげてください。危ないですよ。4つ目、やりたいって思ったことは、とにかく早いうちに手をつける。なんかちょっとね、最後だけ抽象的で申し訳ないんですけど、例えばの話、まあ私はバンドで成功するんやとか、私は大学に通いながら芸能活動をするとか、私は大学に入りながらブログをして稼ぐとか、まあそういうことでも何でもいいんですけど、大学生ってね、一番人生の中で自由な時間なんじゃないかなって私は思います。っていうのも、高校生の時と違って、バイトもできるから財力もあるし、しかも社会人と違って、時間もあるし、体力もあるし、何か失敗したとしても、自分だけの責任で収まることが多いので、簡単にね、立て直すことができるっていうのが大きいですね。私はね、まだ社会人ではないんやけど、やっぱ社会人になると、こう責任とかも大きくなっていくし、自分のね、好きなことに投資をしながら、失敗できるし、いろんなことを学べるっていう、その一番自由な時間って大学生なんじゃないかなってすごい思います。大学低学年の時って、本当にいっぱい自由があるので、今のうちにやりたいことはいっぱい手を出しておくべきだなって私は思います。はい、ということで私が思った大学生の間にやっておくべきこと4つはこんな感じです。まあきっとね、他にも資格を取っておくとかいろいろあるとは思うんですけど、私的に一番大学生のうちにやっといた方が良かったなって思うことはこの4つです。はい、ということで、この動画が参考になればいいなと思います。この動画がいいと思った人は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。はい、それではおつどん、バイバーイ。